東ズ正造は、日本の政治家、千葉科学大学危機管理学部、危機管理システム学科教授、衆議院議員、内閣府副大臣、外務政務次官、衆議院石炭対策特別委員長、衆議院経済産業委員長、衆議院安全保障委員長、自由党幹事長代理、同常任幹事、国民の生活が第一幹事長等を歴任した。 東京都新宿区で生まれ、板橋区で育つ。東京都立板橋高等学校、創価大学経済学部卒業。創価大学大学院経済学研究科国際、経済学専攻博士課程大学。1980年から8年間、国際連合工業開発機関や、国際連合難民高等弁務官事務所に勤務した。1993年、 外務政務次官としてロシア国会議員、選挙監視団に参加1990年第39回衆議院議員総選挙に旧東京6区から公明党公認で出馬し、初当選した。公明党の当選同期に北川、和夫、山口夏夫がいる。当選後は市川祐一公明党書記長のもと副書記長を務める。1993年8月。 細川内閣で外務政務次官に任命された。1994年、公明党の回答に伴い公明新党を経て、新新党決闘に参加する。1995年の新新党党首選挙では、小沢一郎新新党幹事長を支持した。1996年の第41回衆議院議員総選挙では、比例東京ブロック単独で出馬し、参戦。 1997年の新新党会党に、際しては、旧公明党系議員が小沢への反発を強めたのに、大使、東や二見信明、近藤常浦は親、小沢の騎士を鮮明にし、旧公明党議員らが結成した、新党平和や黎明クラブではなく、小沢を党首に自由党を決闘した。1999年10月、外務政務次官に、 就任1998年11月には、分党状態であった、旧公明党の流れを組む公明、新党平和、黎明クラブ3党が合併し、公明党が再結成されたが、自由党に参加していた東らは合流せず、自由党に残留した。1999年1月、自治連立政権発足により自由党は、与党入りした。同年3月、 東京都知事選挙に出馬するため、東京五区選出で自民党を東京都連幹事長の柿、沢孝二が衆議院議員を辞職。東は補欠選挙に出馬する意向を表明するが、以前から比例区選出の議員の選挙区への倉替えには批判があり、また東が辞職した場合、当時マスコミを賑わせていた野村幸代が繰り上げ当選し、批判を受ける恐れがあったため、 最終的に出馬を断念した。補選には、東京都議会議員の木村努務が自民党公認で出馬し、当選した。同年10月、公明党が加わり自示公連立政権の大募し、再改増内閣が発足した際、外務総括政務次官に任命された。2000年4月、自由党が連立政権を離脱。 連立政権への残留を主張する議員は保守党を決闘したもとを分かったが、東は小沢に従って自由党に残留した。同年の第四十二回衆議院議員総選挙には、東京十五区から自由党公認で出馬。得票数は立候補者六人中五位であったものの、重複立候補していた比例東京ブロックで復活し、四戦。二千十年十月。 アジア防災閣僚級会議ハイレベルラウンドテーブルにて議長に就任2011年2月3日国際コンファレンスアジアの成長と金融セクターの役割にて挨拶2003年民予資合併により民主党に入党同年11月の第43回衆議院議員総選挙には東京15区から出馬したが自民党の木村務に敗れ 自転で落選した。2005年の第44回衆議院議員総選挙でも再び木村に敗れ落選。2009年8月第45回衆議院議員総選挙で東京15区から民主党公認で出馬。自民党公認の木村を破り6年ぶりに国政に復帰した。2010年9月関大一次改造内閣で 内閣府副大臣に任命され、関大二次改造内閣まで務める。2011年3月11日の東日本大震災発生後は、現地対策本部長を務めた。震災の約2ヶ月後の2011年5月10日から13日に、ジュネーブで開催された、国連の防災グローバルプラットフォーム会合には、日本政府代表として出席し、 国連防災世界会議の日本招致を日本として初めて表明したが2011年9月の国連総会において改めて表明。これがその後の国連総会での日本開催決議及び2015年3月の第3回国連防災世界会議の仙台開催につながった。2011年6月1日、関内閣不信任決議案に賛成するため、 内閣府副大臣の辞表を提出したが、6月2日の衆議院本会議前の民主党大議士会で、菅直人首相の早期大臣が示唆されたことから、同決議案の採決では反対票を投じた。6月3日には菅首相からの異流に応じ、辞表を撤回した。2011年9月、衆議院安全保障委員長に就任。同年11月、一審会顧問に就任。 同年12月、小沢一郎を中心に結成された新しい政策、研究会では事務総長を務める。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議で行われた消費増税法案の採決で、党の賛成方針に反して反対票を投じた。7月2日には山岡健次らを介して離党届が提出された。 民主党は7月3日の常任幹事会で離党届を受理せず除籍処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。7月11日、国民の生活が第一の決闘に参加し、党党幹事長に就任。12月に行われた第46回衆議院議員総選挙には、東京15区に日本未来の党から出馬したが落選。 2013年7月、第23回参議院議員通常選挙で、生活の党の比例区から出馬したが、議席を獲得できなかったため、落選した。2016年、千葉科学大学危機管理学部危機管理システム学科の教授に就任した。2012年1月19日、ミラマー海兵隊航空基地にて、総科大学 OB であり、国政進出は公明党からであるが、 新進党時代には、私の政治の死は、小沢一郎と抗言。1997年の新進党回答に、際しても、旧公明党系議員が結成した、新党平和や黎明クラブには参加せず、公明党、総価学会とは事実上他元を分かつ形となった。その後も、選挙では公明党、総価学会から、公式な支援は受けていない。 2011年3月12日、東日本大震災に見舞われた宮城県を訪れ、上空からヘリで被災地を視察した際、居眠りをしていたとして、同乗した宮城県関係者から、眼下で多くの県民の命が失われているのに、どういうつもりかと怒りの声が上がった。熟睡したわけではない。座った時にうとうとしたと眠っていたことを認めた上で、あってはならないが、 地震発生後から睡眠をとっていないという事情もある、と釈明した。三遊亭窓科学とは長い付き合いがあり、応援を受けている。ありがとうございます。